解説とてもありがたいです。まだまだ波動の知識浅いので解説本当に助かります。頑張って解説していきます。それでは見ていきましょう。波動ファイト。さあ今回も、両チームともにシールドに振ってるプレイヤーがいる状態。ラレップ .ch の方が若干スピードが速くて、エナジーボールが小さい。おっと、さあシールドが、ね、割れた瞬間ですね。先制点を決めてきておりました。さあ1対1。さあ思考高血花より酒は、シールドの枚数が残り2枚、対するラレップ .ch は4枚を残しております。さあここで3枚目を、ね、貼って、2枚目を貼ってきました。さあこれを使ってまずはリード。しかし点差は1点。おっとここでシールドの外に出ていた選手を、ね、斜めからしっかり狙ってきました。さあ2点のリードを重ねておりますが、残り時間30秒あるのでまだ追いつけます。さあここで1点差に近づいてきました。さあさあここでさあさらにライブドと CH が重ねてきたが、花咲も取り返す。さあ食らいつくぞ花咲、このまま巻き返すことができるのか。残り時間が間もなく10秒。さあラレップは逃げ切ることができるか。さあ試合終了まで5秒前、どうなる。さあここで決めたぞ、同点だ。さあここから延長戦、なんとね、いきなりの延長戦です。4対4の同点。先に1点取った方が勝利のサドンデスマッチが始まります。それでは参りましょう。オーバータイムマッチスタートです。ライフ1枚が1人ずつ、やはり1枚の選手に球が集まる。さあそして決めてきた、4対5でラレップドットが集まる。さあそして決めてきた、4対5でラレップドット CH の勝利。1枚が1人ずつが集まる。さあそして決めてきた、4対5でラレップドット CH の勝利。